ルーリード、ルーリード、ルーリード、1942年3月2日から2013年10月27日は、アメリカニューヨーク州ブルックリン出身のミュージシャン。本名ルイス・アレン・リード。ユダヤ系の血を引いており、父の第二、ラビノ・ビッツから改正。シラキューズ大学在学中に、デルマー・シュワルツに指示して、施策を学ぶ。ベルベット・アンダーグラウンドの時代から全英生と、 ポップさを兼ね備えた斬新かつ挑戦的な音楽性、陰影と知性に富みながらも様々なスタイルを持つ、ボーカル、音像を形成する上で欠かせない、オリジナリティあふれる、独創的なギタープレイ、人間の暗部を深く鋭く見つめる、独特の死世界を持ち、同時期にデビューしたデビッド・ボーイをはじめ、後のパンクロック、ニューウェーブ、オルタナティブロック、弾いては、 音楽界全体に及ぼした影響は計り知れない。ロックミュージックにおける芸術性の向上、そのイノベーションに多大な貢献を果たした20世紀以降における最重要アーティストの一人である。1965年に結成されたロックバンドベルベットアンダーグラウンドのボーカルギタリストとして名を馳せた。同バンドのリーダーとして脱退まで楽曲、アルバムの制作を牽引し、 アバンギャルドな実験性と限りを帯びたメロディ思考を融合させた独特の音楽性を作り上げた。代表作に、僕は街人、ヘロイン、スウィート・ジェーン、ロックンロールなどがあ。1970年、リードはバンドを離れ、囲碁ソロ活動を開始した、バンドは途中加入のマルチプレイヤーであるガグユールの一人バンドとなり、1972年のスクイーズを最後に解散。 ベルベット・アンダーグラウンドでの活動は、わずか4年ほどであったが、バンド結成とリード在籍時の活動とは、ロックの歴史において、オルタナティブロックを生み出した、ビッグ・バンと位置づけられている。1972年4月、ロックの幻想でソロデビューを果たした。同アルバムには、スティーブ・ハウや、リック・ウェイク・マンなどがセッションで参加した。同年11月、名優、 デビッド・ボーイとそのパートナーであるミック・ロンソンと事実上共作したトランスフォーマーを発表。シングルワイルド・サイドを歩けがグラムロックの文脈において支持されヒットした後にアメリカでホンダのスクーターの CM ソングに起用される。1973年7月、閉鎖的な年における内政的かつ陰鬱な恋愛を映画的な手法で描いたコンセプトアルバム。 ベルリンを発表し、方向性の転換によって一元的なコマーシャリズムへの言語を避け。しかし前作が批評家からの批判を受けたことと対照的にリードの思惑から外れたオーバープロデュースとも言える自作死の舞踏は自身最高のヒットを記録した。RCA 時代最後の作品である1976年のコニーアイランドベイビーまでは人気を得ていた。 その後のアリスタレコード時代は、自身のポップ感とロック感の接中を求めて、コンスタントな活動ペースを保ちつつ、試行錯誤を繰り返した。アレンジ面でもよりスタンダードなロックサウンドと、ヒクラシカルなストリングスや、ホーンセクションなどとの融合を試みたり、ファンクやフリージャズ、AOR などの要素を導入したり、楽曲の長大化やアコースティック面の強調、バックバンドメンバーとの協作などが、 その結果として挙げられる。RCA 復帰第一作となったブルーマスクでは、ロバート・クイーンのギターを得てラフかツノイジーなロックに、ハードな感触を加えたサウンドに転換、ほぼ同一の布陣でさらにオーソドックスなロックへ、そこをしたレジェンダリーハーツを制作した。その後、ニューセンセーションズ、ミストライアルではあえて自流に歩み寄ったが流の言う、ウェーブを展開し、 リスナーを戸惑わせた。しかし、ニューセンセーションズにおいてはやブレッカーブラザーズといったビッグネームと共演しており、後年のリードのアプローチの布石ともなっている。1989年、自身のルーツと向き合う形となったアルバム、ニューヨークで、副長、翌年アンディ・ウォーホルのツイートとして、かつての名優ジョン・ケールと、ソングス・フォード・ドレラを制。 以後90年代前半の断続的なベルベットアンダーグラウンド再結成を挟み、マジックロス、セット・ザ・トワイライト・リーリング・エクスタシーを発表、かつてよりスローなペースながら、健在を印象付けた。2003年には、エドガー・アラン・ポー、ことに、大ガラスを題材にした、ザ・レイブンをリリース、自身の現代文学的な姿勢と、 骨色草前たる古典文学の優和をドラマティックな音楽によって表現し境地を開いている。2011年にはフランク・ベーデキントのルルに部作をモチーフとしたルルを発表。スピーディかつ起伏に富んだ音楽性のメタリカを起用しながらベルベッツ時代を想起させる大敗的な名定感と90年代のメタリカさながらのヘビーなグルーブが同居するサウンドと ポエトリーリーディングという異色のアプローチを取った作品となった。その時代時代、またはアルバムごとにアプローチを転換しながら、その強烈な個性によって作品をあくまでポピュラーなロックサウンドとして成立させる手腕を持つリードであるが、同時にアプローチ転換の結果としてファンやプレスを等枠させるような問題作を発表することがある。二枚組、六十分環境の間ギターの 多重録音によるノイズのみが収録された、無限大の幻覚現代、メタルマシンミュージック、70年代の人気絶頂期に発表されたことで、大きな賛否を巻き起こした、もともと自身のメディテーション用にプライベートに制作された、単調な電子音の反復によるアンビエント、ハドソン・リバー・ウィンド・メドティシャンズ、メタルマシントリオ名義で、本格的なアンビエントとノイズミュージックの双方に着手した、 ザ・クリエーション・オブ・ザ・ユニバース、ジョン・ゾーンとの連名によるフリーインプロビゼーション作品ザ・ストーンイスリ3はその一例である。ロックンロール、フォーク、ソウルなどのトラディショナルなポピュラー音楽を源流に持ちながら自身の特徴的なボーカルやギターを時に無視してまでも自流とも向き合いつつ我が道を振っ続けている。時代ごとにパートナーを一新してはアルバムごとに 特色を打ち出す多彩な音楽性を王冠しながらあくまでもそれらをロックとして成立させるいくつかの例外を除いて一貫して自身の試作を重視するなど多くの偏屈とも言えるこだわりを堅持し続ける彼の信奉者はいまだに多く現在もなおファンや音楽評論家他のミュージシャンから広く賞賛を浴びている生活の大半をニューヨークで過ごしており 作品にも好んで取り上げられる。1996年にベルベット・アンダーグラウンドはロックの殿堂入りを果たし、2015年には個人でもロックの殿堂入りを果たした。またリードは1995年のフランク・ザッパ、2008年のレナード・公演が同じく殿堂入りした際にプレゼンターとして出向いた。ザッパにおいてはマザーズ・オブ・インベンションと自らの ベルベット・アンダーグラウンドを退避させて、ザッパの音楽的功績を称えるスピーチをしている。私生活では長らくバイセクシュアルであるとされ、結婚を3度経験している。その最も新しいパートナーであるバイオリニストのローリー・アンダーソンとは、長きにわたるパートナーシップの結果、2008年4月12日に正式に結婚したことが明らかとなった。挙式は、コロラド州にて、 ごくプライベートな形で行われたという。2013年に入ってから肝臓の移植手術を受けたことがメディアで報じられ、予後にローリー・アンダーソンとの外出写真が出るなどしたが、10月27日、肝臓疾患の関連病のため、ニューヨーク州サウサンプトンにある自宅で死去。71歳母を遺産については、妻のローリー・アンダーソン、リードの妹に、 母親の介護資金として分配され、また、リードの作品の許認可や著作権管理などは、これまでリードを支えてきたビジネスマネージーと会計士に引き続き託されることになるという。リードの死去のニュースを受け、多くのミュージシャンが追悼のコメントを寄せている。追悼コメントを寄せた主なミュージシャンは、以下の通り、リード死去の後、 妻のローリー・アンダーソンは、ローリングストーン地に寄港して、リードとの出会い、結婚の思い出、そして死の瞬間まで語った。ローリーがリードに初めて出会ったのは1992年に、ドイツのミュンヘンで開催された音楽フェスでの共演の時だった。このフェスの企画で出演者同士での共演を行うように要請された際、ローリーはルーに声をかけられ、 自分のバンド演奏に合わせて何か朗読してほしいとリクエストを受け、これがきっかけとなって、まずは知り合いになったと語っている。もともと前衛パフォーマンスアーティストとして知られていたローリーはロックには疎く、ベルベット・アンダーグラウンドはイギリスのバンドだと思い込んでいたという。ローリーはリードのことは最初からとても気に入っていたこともあり意気投合。その後の 初めてのデートについて次のように回想している。そしてついにルーの方から一緒にオーディオエンジニアリング協会見本市に行かないかという誘いがあったのだ。私はどっちみち行くつもりだったからと答え、マイクロフォンのブースで落ち合うことにした。この見本市は最新の機材をチェックするには最高で最大規模のもので。 私たちはアンプやシールドを物色してはエレクトロニクスブースのスタッフといろいろ話し込んで楽しい午後を過ごすことになった。この時点で私はこれが実はデートだったとは思いもよらなかったが日本史の後でコーヒーを飲みに行くとルーはこれから映画でも見に行かないと誘ってきた。もちろんと私は答えた。するとルーはそれから一緒に夜ご飯でもどう と聞いてきた。いいわよ。さらにルーは、食後朝、散歩でもしようかと続ける。うーん。そして、その先、ルーと私が離れることはもうなくなってしまったのだ。その後、二人は親友、あるいはソウルメイトとして21年間一緒に生活することになったが、2008年に結婚することになった権威を、一家のように語っている。あれは2008年の春のこと、 私はカリフォルニアの道端を歩いていて自分のことが嫌になってきてルーに携帯で話をしていたのだった。やりたいと思ってたのにやれなかったことがたくさんあるのと私はルーに話した。やりたかったことって、とルーは聞いてきた。だから結局ドイツ語も習えなかったし、物理も学べなかったし、結婚もできなかったし。それだったら俺たち結婚しない トルーは聞いてきた。俺そっちに向かって半分まで行くから、コロラドまで行くよ。明日とかどううーん、ねえ、明日ってちょっといきなり過ぎだとは思わないうーん、思わない。そういうわけで、その翌日に、私たちは、コロラド州ボールダーで落ち合って、土曜日に、友達の家の裏庭で結婚して、私たちはいつもの土曜日の普段着のままで、おまけに、 挙式の直後に私はライブに直行しなければならなかったのに、ルーはそのことを少しも気にしないでくれた。ミュージシャン同士で結婚するのはどこか弁護士同士で結婚するのと似ていい。今日は朝の三時までスタジオで仕事なんだと言ってみたり、仕事を仕上げるために、それまでの予定を全部中止にするようなことになっても、お互いどういうことかよくわかっているし、必ずしもそれで頭に来たりはしないのだ。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。